星名進は、日本のアメリカンフットボールの元選手及び監督。日系二世、ハワイのマッキンレイ高校卒業。1935年ハワイより来日、法政大学総部に貢献し、初代監督兼プレイヤーとして活躍。1938年関東、学生ベーシキ級連盟理事に就任、連盟活動、審判活動に貢献。法政大学監督を、 計20年、成城大学コーチを2年、明治学院大学監督31年、総監督4年の計57年間、各大学で技術指導。この間、米国の理論をいち早く取り入れるとともに1964年度、ライスボール当軍監督を、はじめ多くの選抜チームの監督、コーチを務める。1955年から、法政大学体育講師として、 アメリカンフットボールの普及に努める。91歳までグラウンドで指揮を取る。アメリカンフットボールの普及に貢献したとして、アメリカンフットボールの父、ポール・ラッシュ博士を含む14名のうちの1名として2010年に、山梨県清里のアメリカンフットボールの伝道で、第2回検証された。マッキンデー高校のマスコットが虎で、同校及び法政大学同窓生の、 阪神タイガース野球伝道表彰者の若林、ただしがプロ入りする際、同球団結成披露宴で初披露された球団家のレコードに印刷された虎のマークを星名進がデザインして手渡した。それが今の阪神タイガースのマスコットマークの原型である。また、星名の妻は若林の妻と10枚であり、二人は親類関係にあった。 アメリカンフットボールの電動検証者、若林正が見た夢、ありがとうございます。